NT 最後なんですけど、本日のスポンサーでもありますハイクラフト社の、山本さんによる、リブレオフィスサポート事業1年やっていましたということで、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ドラフトの山本です。えのきさんと一緒にリブレオフィスサポートビジネスを1年少しやってたんで、そのお話を、しようかと思います。自己紹介なんですけど、LT など時間がないから、ここの会計学を勉強した文系 SE だったということだけ覚えておいてください。で、会社の説明もしたいところなんですけど、時間がないので、IT サポートリールドサービス、iStaff っていう名前の、サービスをやってるというところだけ後で出てきますから覚えておいてください。ですね、去年の夏ぐらいだったと思うんですけど、榎木さんとリブレオフィスのサポートをやってみようと話を始めまして、昨年 の9月の、リブレオフィスカンファレンスに行って、プラボラ の販売パートナーということでですね、お話をして、長文の英語の契約書を解読しまして、なんとかパートナーになりました。ですね、リブレオフィスサポートっていうのは、レベル1、レベル2、というのがあって、レベル3がコラボラがやってくれるというか、コラボラのサービスをそのまま販売するということになります。あと、リブレオフィスだけじゃあんまり、Windows にリブレオフィス入れてもらってもあんまりこうインパクトがないなというので、Linux からご提供するということもやって、勝手にリブレ PC って名前つけて、やっております。これもちょっとだけあるリブレオフィスサポートをこれまでにチャレンジした会社はいくつかあって、思うんですけど、結構難しいものですね。皆さんよくご存知だろうか、言いますけど、難しい問題です。アイクラフトの方針としては無理をしないということをですね、で細く長くやっていこうかというふうに思っております。一つはレベル1サポートを既存の弊社 のサポートを iStaff っていうサービスの中でやっていこうかなということで、新たに人を採用したりしないということ、あとコミュニティの皆さんの力をぜひ活用したいということと、お金の面から言うと会社の経営予算の範囲内でやるということですね、こっそり印刷するとか物を買うとかいうのを紛れ込ませるとかですね、こっそり旅費を支援したりとか、弊社に用がありますので使っていただいたりとかですね、いろんなやり方があろうかと思います。あとはいろんな案件を、取ってきてリブレオフィス開発者に発注して、その結果がフィードバックされるといいなという、そういうエコシステムなのかよく分かりません、そういうものも力になれればいいなと思っております。あと一つの例では、多分これヨーロッパでもやったことがないと思うんですけど、プロのサッカーの試合でですね、LED 広告をやるとかですね、3人いれば日本人よく来たなと言われているリブレオフィスカンファレンスに1人投入したりとかですね、そんなこともやっています。あとはですね、下道がついて、下道って道を外してきたことではなくて、釣りの話なんですけど、この図で言いますと、ネバーが釣りたかったので別の魚が釣れちゃったというあれの話なんですが、リブレオフィスサポートを売りたかったんですけど、一つはですね、自治体で今マイナンバーの対応でネットワーク分離をしなさいということを言われて、そのソリューションに、XRDP を使った、仮想デスクトップみたいなことをですね、ご提案したら、兵庫県庁に、こんな調達が出ました。その仮想デスクトップが2000台 XRDP 使いなさいということで、そのためオフィスソフトはリブレオフィスを使いなさい、リブレオフィスも含めたサポートもしなさいという調達が出まして、入れ知恵だけしてですね、採用されたのにどうも入札の方にも並ばずにされているのは残念ですが、ある意味一つの大きな導入事例になるんじゃないかなと思います。もう一つがですね、要するに Google ドキュメンツやMicrosoft の Office Online を使いたいんだけど、組織的にクラウドサービスとにつながっちゃダメよっていうような、ところが少なからずあります。
まあ、これをリブレオスオンラインでですね提案してですね、まあ、あさって、結果が、出てきます、ということで、まあ、今後とも無理をせず頑張りますということで、まあ、コミュニティの皆さんには備品消耗品、医療費、アルバイト料、会議費などそんなにお金をかけずにできることがあればぜひご相談くださいということで、本日のビアバッシュをお楽しみください、山本さんありがとうございました。これで一応、今日のですね、ルーティンの方は終わります。で